ジボイン・ミシッチ・ウロシュ・プレディッチ・ジボイン・ミシッチは、セルビア、ユーゴスラビアの軍人、元帥、ストルガニック出身。1871年、ベオグラードの軍事学校で教育を受け、不評に配属。1876年のロト戦争時に、コルバル大隊。1877年から1878年のロト戦争時に第7不評連隊の中隊を指揮した。 1885年のセルビアブルガリア戦争時、中隊長、大隊長。その後、参謀本部で勤務した後、連隊、不評旅団を指揮し、次第区司令官を務めた。1898年から1904年、軍事アカデミーの教授として、戦術を抗議した。1903年から1907年、退役。1907年から1912年、 1913年から1914年、参謀本部作戦課長、次第区司令官、参謀総長補を歴任。1912年から1913年のバルカン戦争時、最高司令部参謀長補。1914年8月の動員令布告とともに、最高司令部参謀長補に任命。同年11月15日、第一軍司令官となり、ルドニク付近で、 オーストリア・ハンガリー軍に対して勝利を収め、敵軍をセルビア領土から追い出した。同年、元帥に昇進。1915年10月から12月、ドイツ軍、オーストリア・ハンガリー軍、ブルガリア軍により3方向から攻撃され、退却を余儀なくされる。ミシッチは残余部隊をコルフ島に集結させ、自身は治療のため、フランスに赴いた。 1916年9月に帰国し、マケドニア戦線に赴任。1918年7月1日から最高司令部参謀長となり、1918年9月のブルガリア軍の戦線突破の計画を立案した。戦後、死に至るまで、セルビアクロアチアスロベニア王国軍参謀総長を務めた。ありがとうございます。